武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は鳥取大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、大問4題で時間が90分という形になっています。で、出題の傾向としては、力学が結構出やすい形となっておりますが、割と、電磁気や熱力学をはじめとして、どの分野も結構出るようになっています。で、問題の難易度としては、標準問題、割と見たことある程度の問題が多いのですが、ただその前の問題の計算結果をもとに解く問題が結構多いので、割とその計算ミスをすると連鎖反応で全落としするという形となっているので、そこを気をつける必要がある。要は計算ミスだけは絶対に気をつけなきゃいけないという形ですね。で、問題の難易度から考えると、マーチレベルや日大レベルを確実にミスをしないように対策しておくことが重要となります。で、基本的に答えのみ書く記述が中心にはなりますので、論述などの練習は特別必要ないとは思います。なので、その分、その問題集をちょっとその一冊、例えば同レベルのものを追加するなどして、いろんな問題に慣れてミスがないようにすることを徹底的にやり込むようにしてください。以上が物理の勉強となります。